セバスチャン・オジェは、フランスアルプ・県ギャップ出身のラリードライバー。スイス在住。2013から2018年、2020年から2021年の世界ラリー選手権、ドライバーズチャンピオンのほか、ラリー・モンテカルロ6連覇の記録を持つ。もともとは、スキーのインストラクターであった。2005年に、フサが主催する育成プログラムに合格し、22歳にして、 ラリードライバーデビューすることになる。この時、コカ・コーラの社員で、アマチュアの子ドライバーもあったジュリアン・イングラシアと知り合い、組み始めている。2007年に、フランス国内で行われた、プジョー206カップを制して、同格を表す。2008年には、世界ラリー選手権の株カテゴリーである、ジュニア世界ラリー選手権に参戦し、シリーズチャンピオンを獲得。この年から、 シトロエンの監督に就任したオリビエ・ケスネルに見出され、WRC 最終戦グレートブリテンで C4、WRC をドライブ。オープニングステージでいきなり、ベストタイムをマークし、そのまま SS5 までラリーをリード。その後はトラブルに見舞われ26位に終わったが、世界に衝撃を与えたデビュー戦となった。2009年に、 シトロエンのジュニアチームに昇格して WRC に本格参戦する。2010年のポルトガルで初優勝を記録し、同年のフィンランドではダニソルドと入れ替わる形で、初めてシトロエンのワークスチームに昇格した。以後もグラベルイベントに限りソルドの代わりにワークスエントリーする形となり、初参戦のラリージャパンでも優勝した。 2011年アクロポリスラリー2011年はソルドガシトロエンから離脱したこともあり正式にワークスチームから前線に出場することになりシーズン5勝を挙げ完全に WRC のトップドライバーとして認識される第5戦ヨルダンでは最終 SS となるパワーステージまでヤリーコールマティラ・トバラとの優勝争いがもつれ込み0.2秒差で逆転優勝した この二人のタイム差は WRC 史上最も僅差での名勝負となった。しかしシトロエンチームではセバスチャン・ローブが絶対的なナンバーワンドライバーとして君臨していることからナンバーワンとしての待遇を求めて移籍を決断。2013年より本格参戦を予定しているフォルクスワーゲンに加入しフォルクスワーゲンポロ RWRC の開発を担うことになった。 同年12月には、レースオブチャンピオンズに初出場。フォルクスワーゲンに加入して、初めてファンの前に姿を現すイベントとなったが、いきなり個人総合優勝を獲得した。2013年、ラリードイチュランと2012年は、ポロの開発ドライバーを務めつつ、シュコダ・ファビア S2000 で WRC に12戦に、出場。 WR カーに比べパワーの劣る S2000 ながらサルディニアではステージベストを叩き出し周囲を驚かした。ドライバーズランキングは10位に入った。2013年よりフォルクスワーゲンポロ RWRC の参戦に合わせワークスドライバーとして復帰。初戦モンテカルロはローブに次ぐ2位となるが2戦目のスウェーデンにてポロ RWRC の初勝利を飾る。 その後も、昨年までのローブを彷彿させる走りを見せ、シリーズ13戦中9勝で、初のドライバーズチャンピオンを獲得。9連覇の記録を残して、WRC を引退したローブの後継者争いで、先頭に立った。2014年も引き続き、フォルクスワーゲンから参戦。この年は、チームメイトのヤリーコールマティラトバラとの激しい、チャンピオン争いを繰り広げ、 一時は、タイトル防衛が危ぶまれるも、シーズン8勝を挙げ、ドライバーズチャンピオン連覇を果たした。2015年も、フォルクスワーゲンから参戦。新出走順規定に苦戦する者の,の8勝を挙げ、ドライバーズチャンピオンを獲得した。オーストラリアでは、マーカス・グロンホルムを抜いて、単独2位となる、WRC 通算31勝目を記録した。 2016年やはり出走準規定に苦しめられ、自分が勝つことが、この競技にとって良いことではないのかもしれないと、モチベーションの低下を見せることもあったが、やはり安定した走りを見せて6勝を挙げ、富茂記念、ローブ以来、3人目となる、ドライバーズチャンピオン4連覇に輝いた。この年限りで撤退を決めたフォルクスワーゲンでは、 在籍した4年間の個人勝率6割という素晴らしい成績を残した。2017年はこのシーズンから復帰するトヨタのテストにも参加したが最終的にノンワークスの M スポーツへの移籍を決断した。開幕1ヶ月前にチームが決まりほぼぶっつけ本番で臨んだモンテカルロで優勝し M スポーツに5年ぶりの勝利をもたらした。シーズンを通しては ライバルやチームメイトの活躍で優勝は二度に止まった。ものの、表彰台9回という安定感のある王者の走りで、最終戦を前に5度目のチャンピオンを決めた。また同時に、プライベーター体制の M スポーツとしては、初のタイトル獲得も決まっている。なおシーズン中、フォードがワークス復帰しないなら、M スポーツを離脱するか引退すると発言してきたが、11月末に、 残留を発表。その後に、フォードが、セミワークスとしての WRC 復帰を発表した。2018年開幕戦モンテカルロで優勝。この優勝と同時に、富間記念の記録を破る、前人未到のモンテカルロ5連覇を達成した。しかし、次戦ラリースウェーデンでは、例年以上に、雪が多く、前戦優勝のオジェは、最終 SS 時点で10番手であった。 そこで、パワーステージでは、チームの指示もあり、わざと出走を遅らせ、WRC に車両の後からステージを走って2位で、4パーツを獲得。ペナルティは受けたものの、規定により、総合タイムへの加算で済んだ。しかし、この戦略は、大勢のファンからの非難を浴びた。その後の、第3戦メキシコ、第4戦コルシカと連勝し順調に見えたが、 タイトル争い最大のライバルヒュンダイのティエリー・ヌービルとトヨタのオイット・タナックの快進撃により一時ランキング3位にまで後退した。しかし前半の取りこぼしの多いタナックと安定感のないヌービルとの差は僅差であり、第11戦ウェールズラリー・ギガバイトで前半戦、コルシカ以来の勝利を挙げると、続く第12戦でも2位表彰台に立ち、ヌービルを逆転。 わずか3ポイント差のランキング首位に立つ。そして最終第13戦オーストラリアでは、ヌービルとタナックが最終日に揃ってリタイアとなり、最終 SS 直前にオジェがチャンピオン6連覇を決めた。2019年はおよそ8年ぶりにフルスシトロエンへの復帰を果たす。オジェは家族との時間を大事にしたいという意向から、 この2年契約をもって WRC から引退するとしている。移籍最初のモンテカルロを勝利で飾り、第3戦メキシコでも優勝を果たし着実にポイントを獲得して順調に見えたが、前年同様にライバルのヌービルとタナックの快進撃で一次ランキング3位に後退した。第11戦、ラリー・オブ・ターキーで前半戦のメキシコ以来の勝利を上げ続く。 第12戦でも3位表彰台に立ち、この時点で、ランキング首位のタナックに28ポイント差の2位につけた。第13戦カタルーニャでは、オープニングステージで、トップタイムをマークし、逆転チャンピオンに向けコースタートを切ったかに見えたが、続くステージで、パワーステトラブルに見舞われ1時28分位にまで、後退その後8位にまで挽回するが、 ライバルのタナックは2位に入ったことでチャンピオンを獲得。これによりオゼの選手権連覇は6でストップし、さらに2004年のセバスチャン・ローブのチャンピオン獲得から15年間続いていた。二人のセバスチャンによるフランス人黄金時代に終止符が打たれた。シーズン終了後の11月末にオプションを行使してトヨタへ移籍。2020年からは固定ナンバーが導入された。 前年も、チャンピオンとしての参戦であったため、1を使用していたが、この年から、自身の誕生日でもある、17を選択した。遺跡初戦の開幕戦モンテカルロではライバルである、ルービルに敗れ2位に終わり、2014年から続いていた、モンテカルロ連勝が6で止まった。しかし、第3戦メキシコで遺跡初の優勝を飾り、この時点で、暫定1位につける。 その後も着実に表彰台獲得を重ね、チャンピオンの可能性を残して最終戦モンツァに挑んだ。特にチームメイトでポイントリーダーであったエルフィン・エバンスとの争いが繰り広げられたが、エバンスは SS11 でクラッシュ。この転がり込んだ潜在一遇のチャンスを逃さず慎重に走りきり、7度目のチャンピオンを決めた。 本来ならこの年で引退を決めていたが、COVID-19 の影響で開催数が大きく減少したこともあり、2021年も引き続きトヨタと再契約して出場することが発表された。初開催のラリークロアチアではトップで迎えた最終日で一般車両と接触しポジションダウン。さらに英語の通じない現地警察官とトラブルになり、 事故現場から離れた後も、信号を見落としてしまうほどで、車両にも精神にも、大きなダメージを受けたかに見えた。しかしその後も猛烈な追い上げを見せ、最終的には2位と総合でわずか0.6秒差で、総合優勝、パワーステージ優勝のフルポイントを加算という、鬼神のごとき走りを見せた。久々に、WRC として開催された。 サファリラリーではトラブルに見舞われるが、最終日で1位につけていた勝田た本を抜き去って、勝利を飾った。最終専門ァも2日目終了時点で、エヴァンスと0.5秒という接戦であったが勝ち切り、シーズン5勝でキャリア8度目のチャンピオンを獲得した。2022年も、トヨタから参戦するが、家族との時間を大事にしたいというオジェの意向により、 ストロエン時代のチームメイトであったエサペッカラピと三代目のシートを共有する形でのスポット参戦となる予定であり、また子ドライバーも長年支えてきたイングラシアに代わってターマックラリーにおけるグラベルクルーとしてオジェと緊密に関わってきたベンジャミン・ベイラが公認を務めることが決定した。2021年11月、バーレン・インターナショナル・サーキットで行われた FIA 世界耐久選手権のテストに参加。初めてトヨタグレーン010ハイブリッドをドライブした。将来的な WEC のルマンハイパーカークラス参戦を見据えて、一つ下の LMP2 クラスへの参戦も検討している。ありがとうございます。